日本、我々の日本にもですね、壮大な宇宙への冒険へ繰り出そうとしている方がいるのももちろん皆さん、ニュースなどで知ってると思いますね。ゾゾタウン前澤友作社長でーす。どうもどうも社長、お忙しい中ありがとうございます。ゾゾゾ、どうもじゃなしにゾゾゾゾゾゾという挨拶で皆さんの浜へに、はい、月行きたいか。おお、お願いします。月行きたいか。ほっ、月行きたいか。ダメです。あら、今日はお忙しい中ありがとうございます。え、今日はオフだったんですか。オフで、はい、はい、先ほどランチパックを食べて。あら今世界でも、はい、宇宙に一番近い男と。そうです。はい、ということでございまして、お月の方に行かれる予定が。そうです。もう常にいつでも行けるようにこれ持ってますんで。なるほど、はい、バッグを持たずに宇宙ヘルメットを持って、ヘルメットを持っていつでも行けるぞ。なるほど、もう気分は完成したからいつでも行けるぞ。どなたを連れて行かれるご予定なんでしょうか。まあ、厳正な審査をしまして、はい、森久美子さん森久美子さん、森久美子さん、はい、入りましたか。はい、あ、結構アーティストの方をやっぱ連れていくっていうことね。やっぱ美声を、あの美声を聞きたいなっていう。なるほど、宇宙で聞きたい、はい、他にはいらっしゃいますか。あと、あのデーブ大久保さんデーブ、あ、野球、元野球選手、巨人軍の、はい、一応野球界にはちょっと媚びを打っとこうと思いまして。なるほど、はい、チームを持つ時のために、はいはい、ぜひ監督をお願いしたいみたいなところでしょうか。そうです。いや、でもあの噂の方とかはどうなんですかね。あやめは連れてきます。あら、丸角です。あら、宇宙の旅、はい、何か心がけてることとかありますか。やっぱりその勇敢な気持ち、はい、宇宙船から飛び降りていくとこあったじゃないですか。ありましたね、自分で作業、船外作業するところありました。あの時シューっていきながら一瞬シュッて笑ったでしょ。はい、僕もあんな笑えるのかなってなるほど、恐怖を超えたら笑えるのかなって。あ、その体験をしてみたいと。してみたい、僕も笑いたいなって。あ、なるほど、思っちゃいますね。その時はお一人で行かれる感じ。あやめも、あやめも、なるほど、ごめんなさいね、あ、のろけちゃってランチパック、はい、今、いや、それはもう社長の特権なんでね、はい、ぜひそうしていただきたいと思います。宇宙食は全てランチパックで。宇宙服とかどうしますか社長。やっぱりゾゾスーツで。ゾゾスーツで、はい。いや、あれはただ単にサイズが測れるだけのスーツじゃないんですか。宇宙にも対応するんですか。宇宙にも対応できるようにね、作っていきたい。あれで一番宣伝になるかなと思いまして。社長ということで、最後なんかこうポイントはどこなんですか。ポイントはですね、作り笑顔怒られるか、怒られるかダメです、ダメです、書かないでください、怖い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 。どの役が一番やりやすいんですか。船越さん、やっぱ船越さん、誰の彼さん、うん、高野花親方も三本柱ですね。あのちなみに剛力さんの役ってできるんですか。剛力さんはですね、目が一番遠いんですよ、うん、非常に難しいと思いますけど、ちょっと今度チャレンジします、はい、一人で二役やってます。あ、それやろういいですね。タイトチームは今年すごかったんじゃないですか。いや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 、吉本興業ですよ、本当に。ほんの小銭です、チャリンチャリンとはい、ジャンプしてると音が鳴るぐらいです、うんうん、はい、でも福島さん自身すごかったじゃないですか今年。やありがたいことに、ね、ちょっと大手企業の CM 日本も、ね、はい、ね、もう一本、CM が果たす、うん、じゃあそのことは入ってきて。いや、そんなそんなはない。ただあの嫁がものすごく優しくなりました今はもう愛妻弁当毎日作ってくれて。来年はどういった年にしたいと思いますか。来年はですね、やっぱりその僕の夢である、うん、船越英一郎のモノマネ2時間サスペンスって絶対やりたいっていう、もうずっと言ってるんですけど、はい、犯人は誰ですか。犯人は誰にしようかな、もうリアルな、うん、原田龍二さんとか、うん、あの辺にしてで、ノイズで船越さんが一瞬入るみたいな、はい、遠目からだと船越さんみたいな、それもやりたいです、うん。